小池知事が特別顧問を務める都民ファーストの会の都議会議員らが設立した国政の新党ファーストの会が今回の衆院選への候補者擁立を断念しました。ファーストの会は地域政党都民ファーストの会の荒木代表が今月3日に設立を表明したものです。今回の衆議院選挙において都内25の選挙区で候補者の擁立を目指すとしていましたが、公示日が早まったことなどから断念したことを発表しました。候補者の擁立の見送りをさせていただくことになりました。また来たるべき国政選挙に向けてしっかりと考えさせていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。かなり多くの方々に、本当にこの国を憂う方々からですね、ご応募いただいたということは本当にありがたいと思っていますし、またそれも次につなげていかなければならないと思っています。また都民ファーストの会の特別顧問を務め、ファーストの会に対してこれまで関知していないと話してきた小池知事は、今回はファーストの会として、状況はいろいろ日々変化する中で、戦略的にまた総合的に判断されたんだろうなというふうに理解しています。これからもチャレンジは続けたいというこの気持ちはしっかり受け止めたいと思います。